はい、今回の動画はワードで何十ページとかに及ぶような長い文章の離れた位置を同時に表示しながら編集するテクニックをご紹介したいと思います。でワードには分割表示の機能というのがあってこれを使うことによってですね例えばこう何十ページとか何百ページとかすごくですね長い文章の離れた位置をですね、まあ、上下に同時に表示させながら編集をするといったようなことができます。 そそれでは早速その分割機能の使い方なんですけどもまあ非常にねやり方としては簡単でま,あまずはですねこの表示タブのところですねこちらををククリックをしてくださいはいは次にこの表示の中のウィンドウグループのところにこの分割という項目がありますんでこちらをクリックをしてください。 はい、そうするとねこれ今見てもらって分かるようにですねこの上下に画面が分割された状態になりますんで、まあ、まずはね上の画面のところでねこの表示したいところをスクロールして表示をさせておいてでこの下の画面は下の画面でまたスクロールすることができますんで、まあ、こういった形でですねこの離れた位置をですね上下に同時に表示させることができます。 でであともう一点ですねこの上下にですね分割表示させるとですねこのどうしてもねこの上下に見える部分が少しね少なくなってしまいますんでちょっとこれだと使いづらいなといった場合はこの画面の上のリボンの部分ですねここをね非表示にすしたいときですけどもショートカットキーを使うとね素早くできて便利なのでそのショートカットキーはキーボードのコントロールキーを押したまま F1 キーですねファンクションキーの1番のキーを押してください。 はい、そうすると、こういった形でリボンが、ね、一旦非表示になりますので、この、ね、編集の画面が、ね、より大きく取れると思いますで。元に戻したい場合は、同じく CtrlF1 キーで、まあ、リボンは、ね、すぐにまた元に表示を戻すことができます。なので、この分割表示で編集をするときはです、ね、このリボンの非表示も、ね、覚えておいてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。